こんな小物に奪われるとは。そ、どういうつもりですか。まさかたまった不満をぶつけに来たなどという低俗な真似ではないでしょうね。で、借金もチャラだな。二宮金次さん、あなたは大きな力を手に入れたようですが。っていうでね、の運が尽きてるですって。退職願いは半年前に提出、絶対に後悔させてやるわ。はい、ここで二宮参上。呼び出されずとも来てやったぜ。いくら生きがったところで、あなたが持つのは力。潰してすり潰して、ぐちゃ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 にしてあげます。うりゃ怖い。それも全て二宮の息がかかった地域で。ふざけないでください。この期間に魔道具のシェアを 40% も奪われたというのですか。では数を取り戻しなさい。財の品質は問いません。なんてこと。我が社の柱。野宮と組んで新しい事業を始めるとか言ってたぜ。そんな話聞きたくありません。ああ、野宮金次、力は本来私のものであったはずなのに。くそくそくそ。あなたがいなり者か知りませんが、勝手に私の子分かったような気がじゃない。何を偉そうに。